電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電力を取り出す、イコール発電する電池を指す。燃料には方式によって水素、炭化水素、アルコールなどを用いる。燃料電池は補充可能な何らかの不極活物質、水素などの燃料と、正極活物質となる空気中の酸素等を常温、または高温環境で供給し反応させることにより、 継続的に電力を取り出すことができる発装置である。装置内の固定量の活物質を使用するために、電気容量に限界のある一次電池や二次電池と比べ、正極材、不極材ともに補充し続けることで、電気容量の制限なく、放電を永続的に行うことがかな点で大きく異なる。熱機関を用いる通常の発電システムと異なり、化学エネルギーから、 電気エネルギーへの変換途上で、熱エネルギーや運動エネルギーという形態を経ないため、熱機関特有の軽能効率に依存しないことから、発電効率が高い。また、システム規模の大小にあまり影響されず、騒音や振動も少ない。そのため、ノートパソコン、携帯電話などの携帯機器から、自動車、鉄道、民生用、産業用コジェネレーション発電所、 軍事兵器まで多様な用途、規模をカバーするエネルギー源として期待されいる。燃料電池は、方式ごとに、水素や水素原料となる、化石燃料等の利用が検討されている。直接水素を用いる場合は、化石燃料を開出することにより取り出した水素を利用する。水素を反応させ、電気を取り出す仕組みとしては、水の電気分解の逆反応である 2H オーニホ、 による場合が多い。反応時に熱を伴うだけでなく、発電効率の高いものほど反応に高温を必要とする向きがあり、1、摂氏零零度近くの環境を必要とする方式もある。反応によってできる物質は水であるが、生成されるのが高熱環境下であるため、実際に排出されるのは水蒸気、または温水である。各国で、 研究開発が進められており、電気化学反応と電解質の種類によっていくつかの方式に分けられる。使用する電解質の種類によって、主に4種類の燃料電池の方式が研究されている。アルカリ電解質系燃料電池 AFC は従来方式であり、今後の利用は限定的だと考えられている。バイオ燃料電池は、 方式と全く異ななっており不明な点が多い。固体高分子、膜形燃料電池、PEMFC、ポリマーエレクトラリット、メンブレンフュエルセルは、イオン交換膜を挟んで、正極に酸化剤を、不極に還元剤、燃料を供給することにより発電する。イオン交換膜として、ナフィオンなどのプロトン交換膜を用いた場合は、プロトン交換膜燃料電池、 ペムック、プロトンエクスチェンジメンブレンフュエルセルとも呼ばれる。軌道が速く、運転温度も80摂氏100度と低い。水素を燃料に用いる場合では、触媒に高価な発金を使用しており、燃料中に一酸化炭素が存在すると触媒の発金が劣化する。発電効率は30から40%ほどと、燃料電池の中では比較的低い。 リン酸型に次いで実用化が進んでいるが、発電効率が低いため、小型用途での発電使用が想定されている。触媒として使用される白金の使用量を減らすことと、電解質として使用される、フッ素系イオン交換樹脂の耐久性の向上と、コストが今後普及の課題である。室温動作と小型軽量化が可能であるため、携帯機器。 燃料電池自動車などへの応用が期待されている。リン酸系燃料電池、パフック、フォスフォリックアシッドフュエルセルは、電解質として、リン酸、ハポ水溶液をセパレーターに換心させて用いる。動作温度は、摂氏200度程度で、発電効率は約、約 40%LHV、固体高分子系燃料電池と同様に発金を、触媒としているため、 燃料中に一酸化炭素が存在すると触媒の発金が劣化する。したがって天然ガスなどを燃料とする場合は、あらかじめ水蒸気解出、一酸化炭素変成反応により一、酸化炭素濃度が1%程度の水素を作り、電池本体に供給する必要がある。工場、ビルなどの需要設備に設置するオンサイト型コジェネレーションシステムとして100。 2 0 0ット級パッケージの市場投入がなされ、すでに商用機にて4万時間以上の運転寿命、スタック、回出無交換を達成している。溶融炭酸塩用形燃料電池、MCFC、モルテンカルボナートフュエルセルは、水素イオン、H の代わりに、炭酸イオン、CO を用い、溶融した炭酸ジオ、炭酸リチウム、炭酸カリウムなどを、電解質として、 セパレーターに含心させて用いる。そのため、水素に限らず天然ガスや石炭ガスを燃料とすることが可能である。動作温度は摂氏600度摂氏700度程度。常温では固体の炭酸塩も動作温度金傍では溶融するため、電解質として用いることができる。パフックに競合する選択肢として 250kW 級パッケージが市場に投入されつつある。 発電効率は約 45%LHV、発金触媒を用いないためフックやアパフックと異なり、一酸化炭素による非毒の心配がなく、排熱の利用にも有利である。内部回出方式とされるが、プレリフォーミング用の回出器をシステム内に設置するのが一般的のようである。火力発電所の代替などの用途が期待されている。なお、 通常の燃焼反応では空気中の窒素の存在により排ガス中の二酸化炭素濃度は約20%が上限でありさらに二酸化炭素濃度を高めるには空気の代わりに酸素を用いなければならないしかし MCFC は炭酸イオンが電池反応に介在し空気極側の二酸化炭素と酸素が選択的に燃料極側に移動蓄積するため 燃料局側排ガスの二酸化炭素濃度は80%程度にも達する。この性質を利用し MCFC で二酸化炭素の回収を行うことが試みられている。日本国内では計算省補助事業として中国電力、中部電力が共同実施している。固体酸化物系燃料電池、ソフク、ソリッドオキサイドフィエルセルは固体電解質系燃料電池とも呼ばれ、 動作温度は700から1、摂取零々度を必要とするので、抗体熱性の材料が必要となる。また、起動、停止時間も長い。電解質として酸化物イオンの透過性が高い。安定化ジルコニアやランタン、ガリウムのペロブスカイト酸化物などのイオン、電動性セラミックスを用いており、空気局で生成した酸化物イオン、O が電解質を透過し、 燃料局で水素あるいは一酸化炭素と反応することにより電気エネルギーを発生させている。そのため水素だけではなく天然ガスや石炭ガスなども脱流処理は必要であるが簡単な水蒸気解出処理、一酸化炭素の除去が不要で燃料中に若干の未解出ガスを含む解出により燃料都市用いることが可能である。活性化電圧効果が少ないので 発電効率は高く、すでに 56.1%LHV を達成している例もある。家庭用、業務用の 1kW-10kW 級としても開発されている。原理的には、発電部分における回出、ニッケルを含む燃料極における直接内部回出が可能であるが、急熱反応による発電部分の極端な温度変化を防ぐために、 プレリフォーマー、発電反応による熱や反応後の燃料を燃焼した熱を利用した関節内部解出を採用するのが一般的である。固体高分子系燃料電池等の他の燃料電池で使用される白金やパラジウムの貴金属系の触媒が不要で燃料局としてはニッケルと電解質セラミックスによるサーメット空気局としては導電性セラミックスを用いる。 大型ソフックは燃焼排ガスをガスタービン発電や蒸気発電に利用すれば極めて高い総合発電効率を得ることができると予測されるため火力発電所の代替などの用途が期待されている。日本外資株式会社は2009年6月11日に独自構造のソフックを開発し世界最高レベルの63%の発電効率 LHV と90%の高い燃料、利用率を達成したと発表した。2011年10月、JX 飛行、日赤エネルギーが、市販機としては、世界で初めてソフック型エネファームを発売。アルカリ電解質系燃料電池、AFC、アルコラインフュエルセルは、水酸化物イオンを、イオン電動体とし、 アルカリ電解液を電極間のセパレータに含むをかさせてセルを構成している。フックと同様、高分子膜を用いるタイプも報告されている。最も構造が簡単であり、アルカリ雰囲気での使用であることから、ニッケル酸化物等の安価な電極触媒を利用することができること、常温にて液体電解質を用いることからセル構成も単純にできるため、信頼性が高く、 宇宙用途などに実用化されている燃料電池である。一方、回出した炭化水素系燃料から水素を取り出す場合、炭化水素が混入していると、アルカリ性電解液が炭酸塩を生じて劣化する。同様に空気を酸化剤として用いると電解液がに酸化炭素を吸収して劣化するため、純度の高い酸素を酸化剤として用いる必要がある。水素の純度を高めるためには、 パラジウムの膜を透過させることにより、純度を高める。電解質が水溶液であるため、作動温度域は電解液が凍結、蒸発しない温度に制限される。また、温度によりイオンの移動度、拡散係数が変わり、発電力に影響するため、温度条件が厳しい。ニッケル系触媒は、排位性のある一酸化炭素、炭化水素、 酸素及び水蒸気等により活性が下がるので、水素燃料の純度は重要である。これらを不純物として含む海質水素の使用は望ましくない。21世紀現在の燃料電池の研究開発上ではほとんど目を向けられることはないが、燃焼向けの教材からアポロ計画やスペースシャトルまで広く実用化されている。アポロ13号における事故はこの燃料電池に 供給する液体酸素供給系統の不具合に起因したものであり燃料電池そのものの問題ではない。ダイハツ工業は産業技術総合研究所と共同で水化ヒドラジン NH4 燃料として0.50ワット平方センチメートルの出力密度を達成したと発表している。この場合、 燃料電池への炭化水素の混入はなく、排出物は水と地素のみとなる。直接型燃料電池 DFC ダイレクトフュエルセルは、排出器を介さずに燃料を直接セルスタックに供給する形式で、メタノール、エタノール、ジメチルエーテル、ヒドラジン、ホルムアルデヒド、ギーサン、アンモニア等を使用するものが試みられてきた。つまり DFC は、 燃料電池それ自身の方式を指す言葉ではない。固体酸化物系燃料電池はすべて DFC に属する。燃料として用いる物質に炭素が含まれている場合、反応、発電によってに酸化炭素が生成して排出される。そのため、アルカリ性水溶液の電解質は炭酸塩を生成するので使用できない。ヒドラジンのような還元性の燃料を使用する。 場合には貴金属の触媒が不要になるため、貴金属フリー液体燃料燃料電池として注目される。燃料供給ポンプや放熱ファンを使うか否かで、パッシブ型とアクティブ型に区分される。燃料局の発金に反応中間体である一、酸化炭素が供給着、ひどくしてしまい、反応速度が遅く、水溶性の高い燃料を用いた場合では、 燃料のクロスオーバーが起こるため、電力、発電効率とも低いが、小型軽量のものが作れる。直接形メタノール燃料電池、DMFC では、数十 MW-10W 程度の小規模、小電力発電に適している。これらは、小型携帯電子機器の電源としての用途が、考えられている。一方で、設置型には 1kW 級の発電能力を有する、ものもある。 食物からエネルギーを取り出す生態システムを応用した燃料電池である。燃料を参加する触媒として酵素や微生物などが用いられる。酵素を用いた燃料電池においては環境の変化に対しても安定して働く強力な酵素が不可欠であり、研究開発では酵素の寿命を伸ばすことなどが課題となっている。血液中のグルコースを利用する体内、 埋め込み型ペースメーカーの開発が行われている。微生物を用いた燃料電池においては、排水中の有機物の利用などといった観点から研究されることが多い。類似の研究には、光合成による植物の生態システムを応用した太陽光、バイオ燃料電池もある。21世紀初頭現在、研究開発が進められている主要な4つの方式について比較を示す。 燃料電池の原理は1801年にイギリスのハンフリー・デイビーによって考案された。現在の燃料電池に通じる燃料電池の原型は1839年にイギリスのウィリアム・グローブによって作成された。この燃料電池は電極に発金を電解質に気流酸を用いて水素と酸素から電力を取り出し、この電力を用いて水の電気分解をすることができた。 その後、燃料電池は、熱機関により動かされる発電機の登場によって、発電システムとしてはしばらく忘れられたが、1955年、米ゼネラルエレクトリック社、GE 社に勤務していた科学者である、トーマスグラブは、スルホ元で就職されたスチュレンによる、イオン交換膜を電解質として用いた、改良型燃料電池を開発した。3年後、 GE 社の別の科学者である、レオナール・ニードラは、触媒である発金の使用量を減らすことに成功し、グラブ・ニードラ燃料電池として知られることとなった。GE 社はこの技術の開発と利用を、当時進行中だったアメリカ航空宇宙局のジェミに、宇宙系に働きかけて採用され、これが燃料電池の最初の実用となった。1965年に、 アメリカ合衆国の有人宇宙飛行計画であるジェミニ5号で炭化水素系樹脂を使用した固体高分子系燃料電池が採用され、再び燃料電池が注目されるようになった。1959年、フランシス・トーマス・ベーコンは5キロワットの低知識燃料電池の開発に成功した。1959年、ハリー・イリグが率いるチームによって15。 キロワット出力の燃料電池トラクターが、米国ウィスコンシン州のリスシャルマーズ社の、米国横断フェアで公開された。このシステムは、水酸化カリウムを電解質として使用して、圧縮水素と酸素を反応させていた。1959年、ベーコンと協力者は5キロワットの装置で、溶接機の電源として使用できることを示した。1960年代、プラット ホイットニー社は、米国の宇宙計画において、宇宙船の電力と水を供給するために、ベーコンの米国での特許の使用許諾を得た。アポロ計画から、スペースシャトルに至るまで燃料電池は、電源、飲料水源として使用された。その際は、材料の信頼性による、検討の結果、アルカリ電解質系燃料電池が採用された。民生用燃料電池として、 住宅用のコジェネレーションシステムや発電施設向きに研究開発が続けられた。日本においては、通称産業省の省エネルギー政策、ムーンライト計画に基づき、リン酸系、溶油炭酸塩形燃料電池、固体電解質系燃料電池の開発が始められた。1982年、東芝が5 0トリン酸系燃料、 電池実験プラントを浜川崎工場に建設し、カーツ型として日本初めての発電に成功。1985年には、米国アトックと IFC 社、米国コネチカット州を設立し、世界最大の11メガワット級プラントの共同開発を開始し、1991年には11メガワット実験プラントを東京電力、 高イカ緑発電所に完成させ、出力1万1 0 0 0ットのリン酸系燃料電池の実証運転が行われた。1987年、カナダのバラードパワーシステム社が、フッ素系樹脂ナフィオンを電解質膜に用いた固体高分子系燃料電池を開発した。この電解質膜の耐久性に優れていたことから、燃料電池が再び注目されるようになり、 研究開発が盛んになった。米国防総省と国防総省高等研究事業局 DARPA のローレンス、H、リ流ボアは様々な液体炭化水素、メタノール、エタノールなどで動く燃料電池に着目して南カリフォルニア大学 USC のローカー炭化水素研究所に所属していた産の専門家スルヤ・プラカシュと ノーベル賞受賞者のジョージ・エオラーに声をかけた。USC は、ジェット推進研究所、カリフォルニア工科大学の協力のもと、液体炭化水素が直接酸化するシステムを発明し、後にダイレクトメタノール燃料電池、DMFC と名付けられた。1994年、ダイムラー・ベンツ、当時が燃料電池自動車の試作車を発表した。また、トヨタは、 1997年の東京モーターショーに燃料電池自動車の試作車を発表し2005年までに量産化することを宣言した2001年にはソニー、日立製作所、日本電機が相次いで携帯機器向けの燃料電池の開発を発表している2002年12月にはトヨタ FCHV 及びホンダ FCX の燃料電池自動車の市販第1号が 日本国政府に納入され、小泉純一郎首相が市場を行った。これらは、総理大臣官邸と経済産業省で使用され、24時間のフルメンテナンス体制付きのリース契約となった。2003年には、東京都交通局に、トヨタ、日野自動車製 f c h v が納入、2004年末まで、お台場周辺で運行された。2005年には、愛知万博で、 日野製 FCHV バスが納入された。また、2004年には日産も横浜市などへ納入した。2006年からは愛知万博で使用された水素ステーションが移設された中部国際空港でも運行されている。これらの公共バスは一般人が乗ることができる燃料電池車であると言える。主に1980から1990年代に 燃料電池の開発段階に応じて、リン酸系燃料電池を第1世代型燃料電池、溶油炭酸塩形燃料電池を第2世代型燃料電池、固体酸化物系、固体電解質系燃料電池を第3世代型燃料電池と呼んでいた時期もあるが、固体高分子系燃料電池が開発の主役となってから21世紀現在、この呼び方が用いられることは、 ほとんどない。2014年末には、水素燃料電池による長距離走行を可能とするトヨタ未来が発売された。燃料電池の実用化には、消防法、高圧ガス保安法、電気事業法及び建築基準法、メタノールを燃料とするものは、さらに毒物劇物取扱法などの法的規制緩和が必要であるとされ、 電気設備技術基準などの見直しが行われた。2002年10月には、米国運輸省が燃料電池の飛行機内持ち込みを許可するなど、燃料電池普及に向けた規制緩和の方針をいち早く打ち出している。また、安全基準や性能評価について、国際的な基準制定の動きもある。1998年に、国際電気標準会議。 IEC 内の105番目の専門委員会である TC105 が発足し燃料電池に関する電気分野での標準化が話し合われすでに8つの規格が規定されているまた電気分野以外での標準化は国際標準化機構 ISO で行われている燃料電池を普及させるための最も大きな課題はコストである 購入時の初期コストと使用期間にかかるランニングコストが共に高いため、普及を妨げている。さらに耐久性、発電効率の向上、電解質の長寿命化やインフラ整備等の課題が指摘されてきた。こうした課題を乗り越えるための努力が、官民双方で続けられている。自動車用二次地帯と企業が連携して、インフラ構築に乗り出す例が見られるほか、 家庭への設置に対しても補助金が支給されている。特に2011年3月11日の東日本大震災以降は人気が高まり、現時点では光熱費の節約になるとは限らない状況にもかかわらず補助金の予算枠を追加するほどになっている。価格の低下に合わせ補助額も低減している。太陽電池、蓄電池ともに装備した住宅を発売する例も 見られる一方、これら3電池のさらなるコスト低減の必要性も指摘されている。近年はコジェネレーションの一種として固定価格買取制度の対象に加えて支援する国も見られる。二酸化炭素の削減効果に関しても、現行では燃料となる水素を取り出すには、活ンや天然ガスを化学反応させて取り出し、膨大なエネルギーを使用して冷却。 圧縮と運搬を行うため、ウェルトホイールは、電気自動車より悪く、テスラモータースの CEO 曰く、水素ステーションに水素を移し替える際に使う電気で、我が社の電気自動車が 100km 走るという、ありさまである。2007年現在、欧州のキャンピングカーにおいて、メタノールを使用したものが開発され、2009年春、日本仕様として、 エタノール濃度を調整した製品の販売が開始された。また、液化石油ガス、LPG を使用するものが数年の間に採用される。また、リン酸系燃料電池であるアトックパワー製の400、クエッポフックがニューヨークのフリーダムタワーに12台設置される。なお、2009年6月4日に放送されたテレビ、東京、ニュースモーニングサテライトで、 京都のベンチャー企業が携帯電話やデジタルオーディオプレイヤーの充電用として自ら水素を分離して燃料とする小型の燃料電池を2010年春にコンビニエンスストアで高校生の小遣いで買える価格で発売を開始すると報じられたが詳細については不明である。2009年10月22日東芝がモバイル機器の充電用として メタノールを燃料とする小型のモデルの販売を大数限定で開始した IEC 国際電気標準会議の安全性企画暫定版に準拠としている燃料電池の説明ではいくつか特有の用語を使用する一般的な用語もあるが燃料電池だけの独自の意味を持つものもある燃料局イコールアノードイコール陽極イコール不極である つまり通常の電池でいうマイナス極である。空気極イコール仮想度イコール陰極イコール正極である。つまり通常の電池でいうプラス極である。電子伝導性があり、イオン伝導性がなく、合直であり、ガス、液体を通さないことが必要である。リチウムイオン電池などにおいては、セパレータは、イオンの通過する部分の政府極を、 静電的に絶縁する層を指し、燃料電池においては電解質層にあたるものであり、注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。